てみるよ。今回ご紹介するのはアレスブルパップスナイパーライフル連動ガン SOC-SLR。 この後すぐ。この番組の提供は模型パドック、パドック武器店、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。はい、はい、皆さんこんにちは、デメちゃんです。私が出たということはデメリューでございます。私が出たということはって、他にデメリューはないですからね。いやいや、きっとね、全国の皆様にこういうレビューをする人も多分出てくると思うんですよ、あ、今後そういうの僕は期待して。あ、やっと1周年でございますからね。1周年でございますから、この回が放送される頃には1周年記念が終わってるかもしれませんから、すいません、はい、何かプレゼント企画も応募がまだあるかもしれませんので、ね、はい、ちょっと確認の方していただきたいんで、もし応募とかがあれば概要欄の方に多分貼ってあると思います。もうなかったら、あ、終わったんだなと思ってください。ぜひ、はい、皆様、良かったという感想を待ってます。悪かったっていう感想は無視します。そうですね、はい、はいはいはい、応援してくれる人たちは素直に僕らも皆さんを愛しています、僕らのことが嫌いな人は僕らも嫌います。まあね、応援してくださる方がね、平日のお昼間の真っ昼間から、はい、あのライブチャットを今ご覧いただいておりますんで、今ちょうどお昼休憩なんですね。そうですね、はい、お昼休みに入った方も多いかなと思うんですが、当日のあのこの舞台裏シリーズがですね、概要欄の方に貼ってありますんで、ぜひぜひあの後からも見れますから、この撮影の合間に何をこいつらは語ってたんだ、どういう風にして、この舞台裏撮影が進んでいるのかというのをね、こと細かに見ていただける回となっておりますので、ぜひぜひご覧くださいと。無駄話が多いんで、時間ない人は見ない方がいいですよ。あの、得にはなんないですから。いやでもね、デメマニアッククイズなるものもね、そうですね、そういうとこから出る可能性もないとは言えないですから、本編じゃねえのかっていうぐらいのね、秋の夜長にちょっとね、あの見ていただければと思います。はいはいはい、もう秋でございますから、はい、そんな時はやっていきたいと思います。やっぱこちらですか。やっていきたいと思います。皆さんが手を叩いて喜びそうな重そうな銃を紹介していきたいと思います。はい、それではいきます。はい、本日ご紹介するのはアレス SOC-SLR でございます。はい、 SOC-SLR、あまり聞き覚えのない銃だとございます。うん、はい、この銃というのは何かというとですね、はい、全然全体像が見えてないんですけどね、ずーっと舐めるようにね、下から上のアングルでこう言ってますけど、これ、はい、ワルサーの2000の、後継モデルと言われてるようなね、ライフルでございまして、非常に最近出たばかりのホッツな商品でございます。ホッツ、はい、はい、こちらはですね、私の方はもう一度分解をさせてもらって、チューニングができるかどうかの有無まで調べさせていただきました。ほう、はい、でですね、ちょっとこれカンペがね、やっぱないとこれ説明しづらい銃なので、技術的な部分は説明可能なんですけども、まず、SLR、 これはスナイパーライフルのブルバップのスナイパーライフルです。はい、ブルバップというのはもう一度おさらいしておきましょう。球弾孔がグリップより前、グリップより後ろにあるとね、ここにマガジンが刺さるんですが、はい、これがブルバップスタイル、はい、何がいいのかというと、はい、全長をまず抑えられることと、バレル長の確保ができるんですね。はいはい、ここからここまでっていう長い距離をですね、確保することができるんですが、はい、これもスナイパーライフルなので、さまざまなギミックがついてます。ほう、まず後ろの部分から説明していきますが、はい、こちらバットプレートなんですけど、これも可変可能なんですけどね、はい、けどねとか言って、まずネジを結構外さなきゃいけないんです、はい、この部分とこの部分を外すとバットプレートがこう動いたりするんですね、はいはい、で何枚か取れたりとか、間にこうスペーサーをかまして、たこう厚みを変える、ね、ことができるとこと、はい、で、ここの この部分、はい、これを緩めると、実はこう高さ後ろに引っ張れたり、引っ張れる、はい、長さが変わる、長さが変わるんですね、はい、プレートを
振らすんじゃなくてこう実際に動かすことができるんですこの銃は。で、説明書にも載ってますが、うん、バットパッドのこの後ろのねパッドを外すこともできるっていうこともありますし、さっきのネジを緩めると後ろにスコッとこうちょっと長さを変えることができると。で、このチークピース、取説にも一応そういうのが全部書いてあるんですよね。ネジを外すと、はい、チークピースがあるんですが、これも可変です。こうバネの力で押し付けます。このビスをですね締め付けたり緩めたりしてもらうと、これが上下が可能になりますね。それで高さを決めてもらうというのが可能なんです。はいはいはい。で、付属の QD リング、QD のスリングフックが、はい、うん、こちら2個ついてますね。2個ついてます、はい。右側面、左側面、あ、ごめんなさい、もう一回右側もこちら側、はい、と人差し指のところですね、こちら側、はい、にどちらかつけることが可能です、はい。フロントはないんです、フロントね、フロントね、後ろだけフロントあるんですよ、実は。このバイポッドに付くようになってるということなので、バイポッドはね今傷入っちゃうんでつけてないんですけど、レールに沿ってですね、バイポッドがこのようにはまるようになってまして、はいはいはい、これもう上側につきます、はい。で、このバイポッドはボタンで伸びる、伸びるタイプですの でこれで調整をする、高さをですね、押しながら押すとバネ式なのでミョンと出ます。はい。で、これで高さを押しながら、あとは単純に縮めるだけなんですか。押しながら、ね、押しながら縮める、うん、縮めてもらうと、はい。で、右側、左側各自それぞれこうつきますので、はい、これを付属でついてます、はい。で、ここに QD スリングがはまる穴が、これ自体は、角度は持ち上げてとかなんですか。今つけてないからね、これね、あ、持ち上げて回す系だと思いますが、ね、今ちゃんと取り付けてないので硬い説明書がね一応書いてあるんだよね、はいはいはい、持ち上げます。こう持ち上げる、そう、これがあのちゃんとついてれば多分楽にいけるんですけど、ごめんなさい、今ちょっと、はい、傷がつけたくないということで、レールにこうガーッとここに、ね、はい、はめ込むタイプで、この位置も変えられるってことですね。変えられます、はい。で、マガジンなんですが、はい、こちら、おい、このところにボタンがあるんですね。ここに見づらいですけど、はあ、これ押してもらう。おーおーおお、今日は息がいいの。息がいい子たちが多いですね。今どこ行きました。ああ、そっちですか。はい、こちらマガジンが専用のマガジンなんですが、はい、何発入るかは、お楽しみという形で、お楽しみ40ラウンド、40ラウンド40発入ります、はいはいはい。普通にバネ式なので上から BB ローダーでガリガリガリって入れること、これは専用マガジンなんで、あの専用マガジン、スペアマグが欲しくなりますね、ちょっと40発だと。で、はめ方が、おしょ、前から引っ掛ける、お、引っ掛けてカチッと入れると、ほう、そしてボタンを押すと外れるんですけど、それ自体はマガジンはプラですか。プラです。軽いんですね。樹脂です、はい。で、これフレーム金属ですから、はいはいはい、めちゃくちゃ重いです。で、ホップ調整ダイヤルもこちらにありまして、これが開くんですけど、はい、でね、このおいおいこのこれお、こやつを引きます。サーゼンガハンドルを引いて引くと、ええ、こちらがオープンです。あ、ちゃんとロックがかかる、ね、かかります、はい。で、ホップのダイヤルがここについてるんですが、見づらいんですけども、ちょっとアップしてるんですけど、黒いダイヤルがあるんです。どれだ、これです。それを、ま、どう回すの。回すと、右左にこっち方面、こっち方面に回る。銃に対してこう左右にね、左右、左右、回すダイヤルなんですね。回すダイヤルですね、はい、がついてて、こういう回転、右回転、左回転で、そうです、はい、ホップで、ホップの強弱が効きます、はい。で、ホップは結構硬めです、これは。カリカリとは言わないですけど、グリ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 って結構抵抗がある感じで回りますので、逆戻りを防止してくれるんじゃないかと、うん。で、ポートカバーが開いた状態を解除するのはこちら、ここにレバーついてます。はい、これをですね、硬い、硬い、いや、指が入りづらい、入りづらい、はい。で、これでパチッと閉じます。ほう、
これでホップ調整などが可能になります。はい、次いきますよ。次はですね、どれいこうかな。トリガー、はい、トリガーアップルの、芋出汁を緩めることによってですね、トリガーのフィーリングの引っ掛ける部分を厚く分厚くしてるんですね、これ、はあはあはあ、これを、高さをもう位置をね、調整することが可能になりますので、はあ、自分のやりやすい位置でね、これは調整してください、はい、で、グリップは、フィンガーチャンネルがついてかなり しっとりというかこうニューってこう吸い込まれるような、細いですね、見た感じ、ね、細いんです、これ、モーター入ってないから細くできるんですね。非常に握り心地はいいグリップになってくれます、で、グリップの下になんかありますけど、はい、よくお気づきになりました、こちら、ミルキーレですか、違います、もう一回言いましょうか、違いますじゃない、はい、なんと、モノポットという高さを銃を水平に保つためのものなんですけど、こちらにボタンがあるんですね、はい、これを押すと、あれやと出てきて、この銃をバイポッドで置いた時に高さをこうやって調整可能になります。なるほどね、はい、これも押しながら調整してもらうと、はい、あ、高さが調整できる、できます、はいはい、で、銃を水平に保つと、で、一応ですね、でもう一個の方は何なんですか。これは関係ないですね、これ取るためですね、多分、ああ、はい、ここだけ、うん、なるほどなるほど、で、この銃はセミオートオンリーです、あら、こちらセレクターなんですけど今オフです、はい、これを白いのを消すと赤いのが出てきます、はいはい、これでオンになるんですけど、なるほど、セーフティーかファイヤーかっていうことしかないんです、はい、で実銃だとまた違ってくるんでしょ、これね、あのここにレーザーの本来スイッチがついてるんですけど、ほう、これ国内仕様だと取られてます、あ、なるほどなるほど、ですから、はい、説明書には載ってるんですけどレーザーはついてません、はいはい、でこれで、ご注意ください、明るさがね、はい、変わるんですけど、その本当はレーザーはここのカバーを外すと、あ、はいはい、うん、わあ、これ見せない方がいいんじゃないかな、なんか今すごい角度になってますけど、曲がってついてるね、まあ取っちゃったからだろうけどね、あ、中身取っちゃったんですね、レーザーが本来は、はい、あー、なるほど、はい、あるんですがこれはつきません、うん、もう完全にユニットが取られてますので日本の基準に合わせるために、はい、ついていないと、まあ、日本の基準に、ね、合わせたものをね、あの後からつける方もいらっしゃるかもしれませんが、その辺のスイッチ周りはちょっと、はい、自分で加工してくださいになっちゃいますかね、そうですね、自分が見た感じで簡単につけられそうです、結構簡単に配線出てたので、あ、はいはい、で、これで、セーフティーとかあるんですが、はい、バッテリーをどこに入れるんだっていうのが、結構皆さんあると思うんですけど、バッテリーを入れるためには、うん、このネジ、ほう、ありますよね、はい、このネジを回して取ります、手で取れるんですね、これ手で取れます、はい、なくすとホームセンターに行ってこれのネジ系を買ってこなきゃいけなくなるのでなくさないようにしてくださいね、そしたらこれ前にこう、ほう、スライドします、ほう、スライドしてある一定のシュライドですね、シュライドします、そうすると持ち上がってアッパーカバーがここでかいですねこれ取れますはい、で、そうするとですねこのようにですねコネクタ、ミニコネクタついてるんで、これですね推奨のドライブが 11.1V なんです、うん、今 7.4V でドライブしたうちもやったんですけど 7.4 でもドライブ可能でした、うん、なんか結構でかいのも入る、スティックのでかいのが、スティックのでかいの 11.1 まで入ると、ね、入りますね、はい、で、空打ちしてみましょう、はい、静か、静かなのとトリガーレスポンスがいい、ということなんですが、はい、これはトリガーレスポンスがいい理由が、今流行りの電子基板、おで、アレス製のも入ってます、これ EFC なんとかとか、なんかその、あるんですよ、 EFC なんとかなんか基板があるんですよ、はい、で、それで制御してるんで、セミフル、フルがなくても、カットオフ、逆棒などを使わないで制御することも可能になっているので、うんうん、なんて言うんでしょうかね、セミのトラブルってあるんですよ、実際セミのトラブル、クラシアン、クラシアンに訴えられるで、これレールに這わせて入れるんですか、そうです、レールに這わせて今スーッとコネクターを入れてもらって、はい、またネジを締めるんですが、はい、容量かなり大きいんでスティックタイプの 11.1 の長いのでも入っちゃいます、これ、うん、
はいはい、あのスティックじゃないとちょっと入らないと思いますが、スティックタイプのバッテリーだったらストンと入れることが可能です、うん、はいはい、はい、で、今これでこのトップレールかなり長めなんですね、うん、こうずーっとで長いのでスコープつけてですね、はい、かなり大型スコープ乗っけたら迫力が出てかっこいいんじゃないかなと思います。レールはこの部分だけです、うん、はいはい、フォアグリップはついてないのでこういう打ち方ではないっていう、まあ、まあバイポッドでね、そうですね、普通は打つと思いますん で、 でこれの分解図見たんですよ、あのそしたらこれ外してもらうと中にアウターバルにネジは切ってあるみたいなので交換可能っぽいんですね。へえ、あの分解図が正しければ。それ自体は何ですか、サイレンサーなんですか。いやこれサプじゃないですね、多分ただのハイダー、うん、ハイダーですね、非常にこうなんていうんですかね、海外仕様のものだとこれ弾速を結構出すんですよ、海外仕様だと20ルぐらい出てたので、ほう、あのまあそれぐらいないと嫌だよなっていう、でファイヤーモードがセーフ、セミのみですね、やっぱこれは、はい、で外装はメタル、これ今まで通り説明してきた通りですけども、うん、非常にですねこうあのアウターバレルとインナーバレルが一体化してるんで剛性はすごい強いんですよ、はいはいはい、で、ガタつきも少ないんですけど、はい、ダメチェックポイント、はい、いただきました、はい、何が問題かというとですね、こちらの方がバレルがすごく長いので、曲がりやすかったりとか、チャンバーパッキンを交換したりしないと、うん、ちょっといい弾道を得るのは難しいかなと、私がいじった時にはメカボックスの中をですねバリを取って研磨したんですね、バリがすごく立ってて、まあ、バリというのがこう出っ張りですね、金属の加工した後、その破片を全部きれいに落としてあげて、チャンバーパッキンも交換してってやったんですけど、2発球弾がしやすい銃です、2発球弾がしやすい銃なので、そこを調整したりもしてます、うん、で完全に直すのって2発球弾って非常に難しいんですが、かなり改善はされます、それであのご使用した方がスナイパーライフルとしてはいいと思います。2発出ちゃうとね一気に弾道めちゃくちゃになっちゃったりしますから、というのがこの SLR のですね、感想だったんですけど、ああ私のいじったパドックではそれをやって出してる やってるメニューがあります。メニューがある、自分でやっぱやらない方はそういうのをやった方がいいんではないかなと。何でしたっけ、ブラスアップ、ブラスアップ、ブラッシュアップ、ブラッシュアップ、ブラッシュアップ、はい、とベーシックカスタム、ブレスアップしちゃうとなんか口になっちゃいますね、あの口臭ケアの専門家っていう形で、やっていただけた方があの安心して使えると、はい、一緒にご購入の際はね、はい、はい、で、よいしょ、長さ行きましょうよ。あ、はい、刻印がね、刻印いいですか、刻印、はい、刻印結構珍しくしっかり入ってるんですね、はいはい、ODTO レプラジャーマニーってドイツですね、読めねえっつうの、英語は。で、こちら側にもストックの方に、はい、こう、いろいろと入ってるんですけど、6ミリってちゃんと書いてますよ、合わせてるんでしょうね、キャル6ミリ308。え、本物だって308でしょ、本物308系の6ミリ弾、6ミリ弾、なわけないよ、ね、はい、詳しい方はどうぞコメントまで、はいということで、じゃあよろしいですか。まあ、あとは説明するような場所は、バッテリーを入れるときに手を挟む可能性が非常に高いんです。スライドして入れるんで、シュライドが、シュライドが、ね、シュライドで指ギャッってやる場合があるんで、ギャッって、それはちょっと気をつけてもらった方が本当にいいと思います。シュライドで指ギャッ注意ってことですね。スライド指ギャッ、はい、注意という形で、はい、さあ長さ測りますよ、実測値ですよ、皆さんお待ちかねですごめん、はい、こちらの方ね、公表値と実測値で若干の違いがあるかもしれませんが、皆さんもご了承ください。現場で測っております。公表値ね、990ミリって書いてあるんですよ。そうそうそう、実測中です。はい、5メーターのメジャーでね、また測っていきます。はい、おー素晴らしい、はい、990ミリです。おやるなお前やるなお前って高評値ですからね。まあまあ、で高さですね、はい、スコープをつけない状態、マガジンをつけたらいろいろつけてくる、うん、これ眼ケース、あ、でも入るな、2000じゃない、235ミリとかだったらそんなに。でももうこれスコープつけたら入らないな。でかいスコープがやっぱ似合うからね、これね。ねえ、似合うね、これは。いや、似合うよ、これは。多分似合うね。いいよ。いいよ。
いいよ、じゃあ呼んできてくれよ、あのおっさんを。あーおっさん呼んできてくれ。じゃちょっと呼んできましょう。呼んできてください。生の配信を見てる皆様、どうですかね。 SOC、これはね、本当にあのドイツの MOMR 社というのを開発してて、ワルサーの2000の開発に関わった人がこの銃にも開発に関わっていたという内容のものだと思いますよ。スナイパーライフルってのはやっぱ大迫力だからこそ面白いってなりますからね。俺はジャイアンガキ大将。はあ、こうやるとね、今泉聖さんみたいな感じになっちゃうんだよ。あ、デメちゃん。はい。どうしたの？いや、また仕事が入ってきて、ちょっとまた委託業者にお願いしたいな。あ、そう。はい。あ、じゃあ今日も皆さんと一緒にこのエアガン対策、騒音問題対策室としてこちらの計測器で測っていって。でかいな。でかいです。おでも音はね、案外静かかもしれない。おお、それは大変興味深い。これ機関部がちょうどここになるんですね、構えた時に。ちょっとね、それも含めて見てもらう。じゃあちょっと耳元で。はいはい、102.1。 はい、じゃあ前の方行きましょう。前 111.0。 そう出てるの。じゃあ、機関部、メーカー真後ろですこれは。はい、105.4。 前から結構鳴りますね。やっぱり機関部が耳元にあるから、機関部の音がうるさいから。もう一回だけ前ちょっと測ってみますか。はい。いや、取っちゃったかな。はい、109.8。 まああんま変わんないもんね。今前から初めて見たけど結構でかいんだね、これ。でかいんです、ハイダーのこの開口部が。で、ハイダーもね、なんかあのこの特殊なモデルなんで圧迫してるんですけどね。はあ、まあでもサイレンサーとかね、別のつけたらもうちょっと静かになるわけで、これは問題だ。あ、また問題なんだね。ああ、問題だ。また問題だね。ああ、これ有意識事態ですよ。有識事態だよね。じゃあまたこれもあれですね、警告。今からその地域自治体に警告を鳴らさないといけないから、はいはいはい、SOR っていうやつの。そうです、そうです。はぁ、これは良くないな。良くない、良くない。じゃあちょっと、はぁ、いや、あのおじさんも結構元気だよね。いやー、でもあの機関部が耳元にあるから、音は機関部の方を取っちゃうんで、発射音はそんな聞こえないですけど、実際は音飛んでるみたいですね、結構。さあさあ、あれ、はい、また終わってる。終わってるね。まあでもスナイパーライフルだからサプレッサーつけることもありかもしれないけど、バレル長がいかんせん長いのでね。お、長いサプレッサーつけると今度もうそれ以上延長線かぶせるっていうのできないんで、ちょっと注意してもらいたいなというところでございまして、はいはい、じゃあこれでもう自社パート行こうよ。いや、何ですか。全国のツラサーの皆様が期待して待っておりますんで、今まさにライブチャットで見てる人たちも今待ってますよ。来たかと思い思い言ってるけど、どんなもんなんじゃいと。工業地言いましょうか。工業地も結構。でも音はあれ、玉入れてたらまたちょっと変わるかもしれないね。だね。前からの音はね。はい、さあ、どこ行かれるんですか。全国のツラサーの皆様、お待たせいたし、おお、そこそこですか。今デメさんの親指にかける思い、すごいプルプルしてます。これはサポートハンド、サポートハンドで出ました。浮いております。いつもより長く浮いております。皆さん、止まりました。だいぶだいぶだいぶ来ましたね。私は物申したい。お、何でしょう。もしこの測りが悪ければ、違うんですが、私の実測値、はい、
5.5 キロ、5540キログラムとなってるんですが、スペック表を見るとですね、6280グラム、おっと、ちょっと誤差が出てます。もう一回測り直した方がいいんじゃない？無理じゃないですか、ね、無理だと思う。それ僕のせいじゃないと思う。はい、これ実測値とちょっと公表値は違うかもしれませんが、これはまあ実際に測ってみたということで、5540グラム、だいぶ違うね、公表値とね。何かが違うんだろう。バッテリーと玉にしたってそんなには変わんないしな。いや、やっぱ5000、もう一回やってますね。5500しかないよ。いや、でもこの間の方が重たかったはずですからね。重かった、この間、ちょっと連日のあの試合があれですかね、今サポートハンドでまたもう一回、測っておりますが、5540しかないんですよね。プレート、あ、バイポッドかな、バイポッドだよ。バイポッド、吊るす？バイポッドだけ5540でしょ。バイポッド足せば QD のとこ行けないか、400、900プラスになる、5500、900、まあじゃあ近いわ、近い。やっぱバイポッド分だね。はいはい。だね、バイポッドがだって1個450あるんだよ、この重さ。415だね。415か。830あるんで。下手なあのステーキより。そう、食い応えある。食い応えある。はあ。なるほどね。はい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 。そうか、バイポッド分で。危ない危ない。間違えるところです。選手生命を。肩いってるんですか、肩。今回肩に行きました。親より肩に。全国のつらさの皆さんのね、期待の星ですから、デメさんね。ついに負傷かと、今あの号外が出るかもしれないですからね。肩がね、クソだるいの、スポーツ新聞で出ちゃいますよ、デメちゃん負傷負傷、右肩故障か。箱出しのね、性能僕あんまり打ったことないんで、ちょっと打ってみたいですね、スコープ。今日実はデメ流用に1個持ってきたんですよ、それつけてやってみましょうや。はいはいはい。で、ノーマルでもいけるのか、はたまた、やっぱいじった方がいいのか、今僕の中ではいじった方がいいっていうぐらいのレベルになってるんで、ちょっとそれも実験してみたいと思います。はいはいはい、いいですか。もう右肩がしんどい。さて、それではですね、皆様、実写パートの方でみんなでこれを打ってみたいと思います。それではお付き合いどうぞ。5秒前、最近5秒前から疲れてきたからな。ねえさ、これ突っ込んでいい？なんでこれなの？さ、クマちゃんがカウント始めてこれやってたけどさ、これなんか意味あるのかっていうところで、はい、はい、皆さん、はい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 、腰も運動をして、はいはいはい、食後なんでね、ちょっと運動してからの入りという形で、はいはい、午前中の実写、午前中は実写パートしませんけど、午前中とデシャリパートも終わって、はい、長谷さんが出番待ちっていう感じで、ご飯を食べて実写パートでさまざまな人と合流して、はい、またやろうということですが、はい、今回も麺類でしたね。麺類でしたね。ナポリタンに比べたらもう全部満足な。あ、なるほどなるほど。ってことで、はい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 、SOC という、はい、SOC、はいはいはい、実写パートでは打ってきますが、はいはい、というか、さっきまでやってましたけどね、はいはい、パッて切り替わった人は、はいはいはい、何打ってんだ今さらって。なるほど、違うんですよ、間があるから、はいはいはい、SOC なんですけど、いや、その辺は撮影の舞台の話だけどね、どのくらいの間があったのか分かると思いますけどね、はい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 、視聴者の皆様にはそのようなことは関係ございませんということで、はい、演出上の都合がございますので、はい、ぜひぜひですね、そのままの流れで今見てますからね、そのままの流れでスタートしてもらって、ご飯を食べて帰ってきたから一回仕切り直しって、はいはいはい、その辺は一切視聴者の皆様には関係ございませんのでね。あ、そういうことそうです、そういうことだっていうから、うんうんうん、こうやってテレビはやらせてできるんだな。そうですね、次から早く行こうか、次。あ、そうか。よし、今日はクマちゃんもいて、クマちゃんと、はい、おいクソドミが、今日は辛辣じゃない、今日準備の時からすごく辛辣。さあ、やっていきたいと思います。はい、はい、今日はスタジオパートの時
時にはなかったスコープが装着されてレベルアップマウントでですね勝ち上げました。お、はいはい、これでちょっとね試写の方していきましょう。いやーこの間のね DSR がちょっと懲りたんですね。そうなんですか。当たんなすぎた。なるほどなるほど。また重い銃だけど。重いです。じゃあちょっと弾速いきましょう。はい、うん、長し抜いてますもんね。そうですね、安全管理大事だけど大事。重い、うん、どうでしょう、お、結構いい出ますね。 95.67。 はい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 、95.67、デメさんにピントが合ってる。 95.67、はい、すごい、いい弾速ですね。結構出てるね。結構出てるね。これ出すぎぐらい出てる、はい、お、はいはい、94.44、はい、94.44、バッツス、いいですね、はい、いい弾速出てます、ね、これ弾道が良ければ94、はい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 、いつもだったら強くに北調整を兼ねて打つんですけど、北調整はね、してるんで、はい、一応、はいはいはい、弾道だけを追ってもらうためにね、はい、強くを打っていきたいと思います。お願いします。はい、強くのね、もうちょいインで、ちょいイン、もう一歩行っても大丈夫です。はい、いいですね、いい感じ、いい感じ、はいはい、はい、胸あたり行きますね。はい、ウィークポイント。重てこれ。弾道だけで言うならばですね、はい、悪いです。はい、今スコープを乗せてるんでよくわかるんですが、はい、弾道のね、こうスコープを狙ったところに大体こう集団するんですけど、はい、結構チリが見えますね。あの人間の胴体に当たるっていうレベルなんですけど、ヘッドショットをもし取りたいと思うと距離がどんどん出るわけじゃないですか、はい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 、そうすると、はい、尻がどれぐらいのズレが出てくるか、はい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 、ホップアップがあとは効きですね、うん、はいはい、どれぐらい効かせるのかって、これ今こう調整してますけど結構回さないと効かなかったですから、そうですね、ちょっとね、そこ注意で苦労してますね、はいはいはい、じゃあ、はい、腹タゲに向かって、腹タゲ、はい、ズーム、しなかったですね、しなかったですね。さて、さて、さて、小判、小銭、はい、妖精ちゃんターゲットがありますが、じゃあ、妖精ちゃんターゲットが結構見転んでるんで、ちょっと面白い、行ってきますか、はい、いや、ちょっと上手です。打つ順番を決めといてください。いきなりそんな、別になんとなくいつも決まってるもんですから、別にあえてビシッと決める必要も、決める必要ない。なんかすごく新鮮な気持ちになった今、なんか俺 AD 扱いの時にこれしか映らなかったもんね。もうすごくなんかみんなを感謝した今、すげえ今感謝した。ポージングしてる瞬間に、そうだね、ターゲットそうそう、もうこっちに立ってるんだな、そういえば俺と思って今ちょっとね、あのなんかちょっと感動的な音楽流した今、ちょっといいかな、もういい、もういい、あ、なるほど、すいません、すいません、立射で、妖精さんのターゲットを打つんですけど、スコープをつけて、なかなかこうあれ競技用のターゲットのサイズなので難しいかもしれないんですが、立射でまあ一応打っていくという形で参考にしていただければという形でね、立射でいきましょう。はい、じゃあ青い勝ちで、はい、あそんな硬いの。いや、これね、はまり方に癖がある、はい、お、いい形、さあ、結構いい重量ですか。重い、重い、あ、でもどうだろうな、これはね、重量で変わります。バイポットなしで 5.5 キロぐらい。おお、重いね、重い、確かに、これで走り回るのはきついかな、きついね。これで立射で当てるっていうと、結構これは集中しないと当たらない。立って当たるかな、これこれすげえな、か
これさて、まっすぐ構えとくのも大変だよ、大変はい、それが一番してきちゃうからね、はい、じゃあいつも通り、はい、自分がやらせていただきますね、はい、電動ガンのスナイパーということなので、はい、一発送りをちょっと改めて確認したいと思います。はい、出ない場合があるんで、ちょっと関係ないところに向かって打ちますね。はい、よし、よし、はい、じゃあ一番上を妖精ちゃんターゲットで、はい、ちょいイン気味でもいいんですけど、カメラ上はこう、はい、ちっちゃい、いきます、はい、おぉ持つところがここになっちゃう、どうだ、えあらら、ダメだ、ダメだ、ちっちゃい、重いこれ、重いし、うん、これは難しいわ。スコープはね、はい、もうほぼ近くにいってる。スコープを信じていいんですか。いいです、大丈夫ですか。かなり見やすくなりました。わかりました。じゃあちょっと2段目をいきます。スコープはね、いいんだけど触れ、あ、重さの触れがすごくて、いきます、あ、出た、よかった、ちょっと待って、今なし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 ね、いきます、近くには飛ぶ、距離ます。じゃあ、くまちゃん、はい、下を行きます、はい、続いてこちらです、はい、はい、いやー、あのね、妖精ちゃんターゲット改めて見ると、うん、ちっちゃいな、ちっちゃいね、さあ、くまちゃん、くまちゃん、いいね、行きます、はい、はい、お、行った、うん、さあ、ウレマさん、はい、上も上がってます、腹だけも上がってます、どちら行きますか。このスコープは何倍でしたっけ。倍率はそんな今かけてないから3倍で固定してるかな。あ、で、スコープじゃないんです、弾道なんです、一番は弾道一切見てませんから分かりませんけれども、弾道はね、じゃあ、あの一番右ちっちゃいの行った方がいいんじゃないですか。お、お、お、あの、ね、あの寝てるやつ近くにある、まあ、多分当たらない気がしますけど、あの、私はアドバイスできるのは、当たったらラッキーです。多分そのレベルですよね。そうですね、それでもほら、やっぱ当たらない、ね、銃で当ててくるのは裏方さんですから、もう、僕が言うのはこの銃、運です。行きまーす、はーい、はい、おー、近い、はい、あー、外してちょっと向きになった、本気モードになった、ちょっと向きになったよ、うん、今、高さがあってない、おお、ちょっとずれたな、ずれたよね。今そのトライ狙ってたんだもんね。おお、はい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 、じゃあ、はいはいはい、ハラちゃんのターゲットの方ね、はいはい、一般的に電動ガンだと捉えられるだろうというところを、はい、銃の性能ってところでね、スタンディングで、はい、これはちょっと、あの、立射系撃ってもつらいね。これは、まあ、バイポッドついてるだけの、バイポッド本当はね、つけたいんだけど、バイポッドつけられないから、あれ持ってれば、あの、アレキサンダー、アレキサンダー持ってる、アレキサンダーを
土のう代わりにしてそこに乗っけちゃえばちょっと違うんじゃない。僕の毛布です。これは飲み会の時のね、ゴミちゃんの毛布。これ僕の毛布でした。ユミちゃん、痛くしないでね。ちょっと、エッテすげえシュールなんだけど。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ああ、それはこれ、横にした方がいい。それか、こっちか。あ、そっちの方がいいね。あっちの方が楽。あれか、こっち、あれか。はい、はい、はい、はい。バイバイ。これ山田君の仕事じゃないのかな。座布団運びだから。なかなかあの和風の射撃レンジっていうなんかいろんなものが落ちたけど。あー、俺のどけ。はい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 。そのまま撃てってことだったな。場を繋いでてあげたのに。さあ芝居がない。じゃあこのレスの状態で小判型の方から行きます。はい、はい、お願いします。まあ、ちょっとね、うん、今ね、これ全部十字のど真ん中だよ。飛ぶ場所が右や左で逸れてるってことですね、これは。だからスコープが調整できない。はい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 。でここまでベストしてるってことは、つまり結論すると弾道は良くない。はいはいはい。下行きます。はい、しましょう、バレルチャンバーやりましょうっていうのは、実は僕はこれ打った結果を知ってたんですね。知ってた、チューニングする前の打ってるんで、はいはいはい、ああなるほどなるほど、球が暴れますねっていうのを知ってたんで、スコープをつけようかつけなかろうが暴れるなと。だからスコープをつければより暴れるのが分かるので、はいはいはい、皆さん多分狙ってたところの部分から右へスッていったり下にスッて落ちていったりとか、この距離でももうそれだけのズレが出るってことは、はいはい、遠い距離になればもっと大きなズレが発生すると。なるほど、なるほど。で、もう間違えても、はい、信じちゃいけないのが、はい、裏方さんが金ってちっちゃいのあったじゃないですか。あれはラッキーですよ。信じちゃいけないの、あれはね。あれは信じちゃいけないの。結構いけてたよ。打つ手の問題じゃなくて、あれは僕らが当たんないよ、銃が当たるとか。だけだったんだよね。だもう後でちょっとあの撮影終わってからもう一回打ってみます。これね、最後としていう状態がちょっと気になったんですけど、はい、まあ、これはいじることももちろんできる銃なので、はい、ぜひぜひよろしければいじりましょう、はい。ノーマルでもいじる楽しみがある銃だと思います、はいはい。こちら、うん、こちら、重いものシリーズの第2弾だったんですが、第2弾、はいはいはい、ね、あなるほどね、今回もこれやらせてもらいましたけど、これ、はい、電子トリガーが入ってるのでトリガーのレスポンスは非常にいいんですね。シュパッと切れる、はい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 。ガク引きじゃなくなるんですね。ガツンって引かないでギューッカチュンってこう、はいはい。なんか前回のは随分とトリガーが、ね、DSR に比べたらかなりこう引きやすい感じになってます、はいはいはい、あれもセーフティーかかってんのかなぐらい硬かったもんね。そんなに硬かったもんね。で、これはホップをいじることとメカボックスの研磨、はい、バレルを、
再挑戦するのをお勧めしたいと思います。こういうのをですね、こうご意見ご感想を、YouTube の方でコメントいただいております。皆様に、皆様からこう弾道は確認取れないですねということもあって、一応こうデメリフリスコープを下ろそうと、アイスカイさんからはこの、 あのレベルアップマウントですね、なんでニコイチなんだって話なんですか。私ですね、このスコープのために 30mm ぐらいのマウントリングをつけたんです。はいはい、あのそれぐらいつければ、まあ、大体の人に合うんですね。ものの見事にですね、この RS 製のはね全然足りないっていうね。はいはいはい、でレベルアップマウントをつけて、高さを合わせましたので、これスコープつける場合はレベルアップマウント必須になると思います。はいはい、高さは合わないと思います。で、はい、今チークピースガッて一番下まで落としてますから、はいはいはい、そうしないと自分の、フォームに合わないかと思いますので、参考にしてみてください。はい、それとそれとピシッ高評価、いいね、高評価、高評価お願いします。これが僕らの一つの励み、コメントも励み、応援コメントとこれで、はい、ああいいねって言ってくれる人もいるなと、はいはい、で逆の指は何でしたっけ。うん、ついてないんじゃないですか。ついてないです。あ、この、うん、動画にはないと思います。逆に言うけど、ないです。これしかないの。ないはずです。皆様でって言ってついてたらドミちゃん殴るの、はい、っていうのを、いろんなご意見ありますので、はいはいはい、それは、構いません。はいはい、ただ、はい、応援してくれる人たちにはものすごい優しくするのはデメ流の掟というのがありますので、お優しいコメントなどをですね、はいはいはい、皆様の応援で頑張っていきたいと思います。はい、それと、はいはい、スタッフ募集なんですけど、最近もうスタッフ募集じゃなくてですね、はい、こう犠牲者の方こちらに1人本日の犠牲者こちら、原ちゃんも後々来るんじゃないかと思うんですけど、このようにですね、いろんな人に手伝ってもらってデモをやってます。皆様からお借りした銃とかで やらせていただいてますの で、ぜひぜひまた、興味があれば、お問い合わせください。チャットでやってても仲良くなったらね、みんなでこう何かやりましょうっていうのがありますから、まあ気楽に見てください。はい、秋の夜長にこうじっと見て、いいなと思ったらお金を ATM で行って下ろして買うと。なるほどなるほど。そうすると僕らは潤うと。はいはいはい、なるほど。ございますので、皆様これは汚い大人の動画として、はいはいはい、キャッシュが欲しいです。現金が欲しいです。いつもニコニコ現金払い。クレジットもかですけどね。あ、そうなんですね。はいはい、最終手段としてですね、はい、そうですね、利用していただければと思いますので、皆さん、一つ検討してみていただいたらいかがでしょうか。はい、かなり面白い銃です。はい、いじり替えはめちゃくちゃあります。確かにそうですね。これドンピシャ出るようになると、かっこいいね。そうです。まあ、ね、技術的な目で言うと無理です。こんな大きい目なのに技術的な目で見ると、うん、無理です。無理なんですね。その理由はね、はいはい、バレル調にも関係してくるんで、長すぎるバレルっていうのは逆に売っていないので、はいはいはい、作ってもらうしかなかったりとか、バレルが長いとその分垂れたりとかするので、あまり長すぎるものが良くないと言われてますので、はいはいはい、それをねきっちり仕上げたら、もう。あの目玉に使うのは絶対覚えない。まあ、本当はほら20ぐらい出てるんだよね、本国では ね、パワーで押し出す、だからバレルが長くても問題ないんだろうけど、日本の銃だとね、日本国内だとちょっと厳しいところ押し切れない、はい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 、あるのかな、はいはい、というわけで皆さん、はい、アレス SOC の SLR、はい、これどんどん伸ばせば伸ばすほどクマちゃんが面白いことになってくるんですが、そうするとクマちゃんのこの笑みが壊れるので、はい、皆さんの、ご視聴をお待ちしておりますので、はい、はい、それではまた、はい、お会いしましょう。あ、そういえば1周年の話するから何やるか。1周年はもう散々前半で話してるけどね。はいはいはい、はい、じゃあそんなわけで終わりにしますよ。いいのかい。いいのかい、本当に。早く終わってくれ。クマが暴れる前に終わりたいと思います。それでは皆様、またお願いします。はい、バイデメ、バイデメ、バイデメ、片手でバイデメしないと。バイバイ、腹で支えちゃダメだよ。バイバイ、よじゃミッキーが歪んでる、ミッキーが